あ、どうも、今日から始まりました松井理子のシネマニーでございます。皆様おはこんばんじは。こう実はこう何時から放送されてるか決まってないっていうこのざっくり感がまたね、まあのんびりした感じでいいんじゃないかなと思ってます。はじめまして。私実は女優をやっております松井理子と申します。皆様私がどういうやつだかちょっとよくわかんないと思いますので、すごくざっくり簡単に説明すると、前張りが一番、前張りありますか、前張りがあれば何でもできるみたいな感じのスタイルでやってる、女優でございます。まあ、つまりは脱ぎもできるし、普通のお芝居ももちろんやらせていただいてます。とにかく股間だけはねっていうそれさえ守っていただければ、ご要望さえあれば何でもやっております。あとは実は裏方の仕事とかもやってまして、映画の現場のスタッフと、あとはそうですね、キャスティング協力とかもちょこちょこやらせてもらっていて、まあ表も裏も両方させていただいてます。でですね、まあこの番組が一体どんな番組なのかっていうのがよく分かんないと思いますので、それも説明しますね。一応タイトルで今言いましたシネマニっていうことで、映画の情報番組かなと思われてると思います。まあ確かにそうです。でどういうのを扱うのかっていうと、ハリウッド映画とか韓国映画とか、立派な配給会社がついている、日本映画とかっていうのは一切取り扱いません。あくまでインディーズ映画、つまり自主映画というジャンルに特化したマニアックな映画の情報番組です。でさらにマニアックを追求するにあたり、普段だったら監督さんどうぞ、俳優さんどうぞみたいな感じで行くもんだと思うんですけど、そうではなく、あえて、その取り上げる映画の監督と、あとは現場のスタッフさんなんて方をお呼びして、現場サイドから見た映画を掘り下げて、その面白みをこう発信していこうかなっていうマニアックな方向で行かせていただいていただこうと思ってます。まあ、回を重ねるごとにね、面白くなっていけばいいんじゃないかなと思ってます。でそろそろ、まあ、分かっていただいたところで、早速ですが第1回目のゲストをお呼びしたいと思います。ピンク映画の巨匠ミスターピンクこと池島豊監督どうぞ。どうも、1回目光栄でございます。ありがとうございます。ありがとうございま す。よろしくお願いします。池島豊監督はどういう監督かちょっとご存じない方がほとんどだと思うので、ちょっとまず簡単に自己紹介を、簡単に自己紹介、ミスターピンクと今言われた通り、ピンク映画をですね、監督しております。この業界入って35年ちょうど経つんですけど、最初の10年間は役者、ピンク映画の役者で10年間でおよそ500本に出るという、もう超ビッグ売れっ子になりまして、すごいですよね。それで10年経って監督に転身しまして、で、今現在129本目を、仕上げ中という。また平成3年に、ピンク映画の監督デビューしたんですけど、ピンク映画も今はデジタルになってたんですけど、一昨年まではフィルムで撮ってたんですね。で私は125本まではフィルムでやってましたね。ですから記録的に言うと日本映画でフィルムで100本以上撮ってる監督は平成デビューとした私だけしかいないと。これもすごい話ですね。今後も出ないと。今後フィルムもフィルムで撮る人は、ほとんど今後いないので、もはや私が最後の日本映画最後の100本フィルム監督という、ありがたい称号をいただいております。というわけでまだに現役でピンク映画をずっとやってきたんですけど、最近は自主映画でいっぱい映画も撮ると、撮りました。
ね、今バカ売れしてます、まあ、そういう話ですけど、ね、そうですね、まあ、簡単にざっくりとそんな感じで、そんな感じですね、はい、でもねその129本今年で撮る監督が、あの実は生まれて初めての自主映画なんですよね、うん、もうこう何年前でしたっけ、2年前3年前撮影自体が撮影したのは2013年だからもうね2年半、2013年秋10月、うんうん、だからもう2年ちょい前ですね、ね、そう、なんかこの今回あのバカ売れしているこの「親父男優 Z」という作品なんですけれども、結構面白いね、成り立ちというか、いやもうこれは、ね、あの私あの監督映画監督業界って日本にありまして、その会員でもあるんですけど、まあ、この映画ですね、まあ、2013年の秋に撮影して、うん、でちょうど2年前、今私フェイスブックやってるんで、フェイスブックってあの1年前はこうでしたって最近送ってくるじゃないですか、ね、今日もねさっき電車の中でこう振ってフェイスブック見たら、1年前2年前が出てきまして、2年前、ちょうど夕張に行く直前でしたね、うんうんうん、この映画を持って夕張国際ファンタスティック映画祭に、うん、ちょうど2年前の、2014年の2月の下旬ですか、うんうんうん、行ったと、みんなで行くという盛り上がってるって、私が日記書いてて、それが今日出てきましてね、うんうん、2014年の2月に夕張映画祭で初公開しまして、うんうん、でまあ、一般公開としては2014年の10月渋谷のユーロスペースから始まりまして、うん、で去年の11月まで、うん、およそ1年1ヶ月にわたって、うん、全国28カ所、映画館が6カ所かな、うん、でライブハウスが22カ所、うん、トータルで28カ所、うん、1年ちょいの間に全国、北は北海道、南は九州まで、回りましたね。すごいですよね。この時まだまともに配給会社とかもついてなかったのにね。はい。ね。あ、で成り立ちですね。私話があちこち飛ぶんで、何を聞かれたか忘れちゃうんですね。喋ってるうちに、成り立ちというこれは非常に面白い成り立ちでしてね。なんで夕張映画祭の話を始めたかと言いますと、私あの監督協会入ってまして、あの監督協会の、月報があるんですけど、その月報の編集長からおととしですね、夕張映画祭のことを書いてくんないかと、言ってきたんでしょ、違う、言ってきたよ、書いてくださいと、あ、じゃあ書きますと、うん、で書いてるうちに夕張映画祭のことじゃなくてこの映画のことばっかになっちゃったのねそれで枚数制限があって 5,6 枚で書いてって言われたのが10何枚になっちゃってこれどうしようなってなったんだけど、編集員みんなで読んだら非常に面白いと、うん、だこれも夕張映画祭報告っていう以上に親父男優Zの成り立ちっていうことで載せちゃいましょうとなって、うん、全くカットしないでそのまま月報に載せてもらったんですけど、うん、それはなんで監督連中に受けたかって言いますと、成り立ちなんですね、うん、ちょうどですね2012年の、夏、うん、松井さんも一緒でしたね。そうですね、ニューヨークにですね、私の演劇青年時代の、原点ともいうお芝居がありまして、アングラって日本では言いますけど、アメリカではアンダーグラウンド、シアター、うん、アンダーグラウンド、それ日本ではそれを縮めてアングラっていうようになったんですけど、まあアメリカ発生は、だからアングラの発生っていうのは正確に言うとアメリカの、小劇場、うん、奥ブロードウェイという、うん、オフブロードウェイというのは反オフブロードウェイですね、うん、その反オフブロードウェイのお兄さんたちもちょっと偉くなっちゃったんで、それに反発する若い連中がオフオフブロードウェイという運動を、1960年代前後から始まりまして、それの一つのムーブメントになった、それの代表的な作家でレナード・メルフィー、それとサム・シェパードっていうのがいまして、うん、サム・シェパードは以後ハリウッドに吸収されてシナリオ作家になり、うん、有名な俳優にもなっちゃいましたね、うん、未だに映画出続けてますが、メルフィーは不幸にも40代かな50前ぐらいにアル中で死んじゃったんですけど、うん、そのメルフィーの書いた「小鳥の水浴」、まあ、話がどんどん飛んじゃうの小鳥の水浴と芝居、私があの演劇青年時代大好きな芝居で、それをですね2012年、夏、ニューヨークで、ニューヨークの芝居なんで、ニューヨークに里帰りさせようじゃないかというプランができまして、それで、皆さん、3組ですね、2人芝居3組、6人、
それ以外にも、家族老頭を含めて二十数人という大舞台でニューヨークに行きまして、ねえー、松井さんもその時一緒にね、そうです、楽しかったです、いただきましたけど、話が飛ぶんですが、そのですね、そのちょうど2日前ですね、ニューヨークに行く、うん、ちょうど2日前に、あるミニシアターで、まあ、ピンク映画の特集、私の特集、そこのミニシアター年に1回ぐらいやってくれてるところなんですけど、その劇場で私のピンク映画の特集がありました、うん、で、それに行きまして、映画が終わり、懇親会の席上、お酒飲んでたら私の目の前に見知らぬ男性が座って、これを差し上げますと、このぐらい厚い封筒をね差し出したんですね。何ですかこれは、と開いたらなんと300万円入ってたんですね。これ何ですか。いや、それ監督に差し上げます、これで映画を撮ってください、それで映画撮れますね、とピンク映画300万で聞いてるんで300万で映画撮れると思って用意しましたと、うん、もし映画撮れなかったら小遣いにしてくださいと、なんだこの人はと、思いまして、それがちょうど2012年のニューヨークに行く2日前の7月の下旬でしたね、うん、それでスタートした映画です。で撮影が翌年の秋で1年2ヶ月ぐらいかかりましたね、準備。そうですね、結構ね、うん、2点3点しましたよね。いやもう本当に2点3点してね、うん、あっち飛びこっち飛びで、結局2013年の春、うん、ゴールデンウィークの頃にこれをやろうと決意しまして、うん、それから準備等々を始めて秋に、まあ、撮影したと、うん、その300万事件というのが非常にこの監督協会の監督3連中にも受けちゃいまして、こんなことがあるんですねと、ね、うん、いや本当に私も長い間この世界いますけど、聞いたことない、うん、しかも100万円単位のねお金、うん、300万というお金が個人にこれで映画撮ってくださいと、で、現実的には、もう一人、支援者が出てきまして、その方80万いただきました、うん、2人合わせて380万、うんうん、それを軍資金にして、この映画を作ったということなんですけど、うん、なかなかないですよね、その一般の方が茶封筒かどうか分かんないですけど、くちゃくちゃな茶封筒ねくちゃくちゃの茶封筒に300万を入れてボンと監督の前に置き、これ映画を撮ってくれなんてことはよっぽど映画の中でないとありえない話じゃないですか。映画のような話ですね、ね、監督連中にも言われまして、まあ本当にもうだから成り立ちからして奇跡的なんですが、うん、この300万ポンと渡した方が、うん、結局プロデューサーに、ね、うん、なってくださって、もう出資しただけじゃなくて映画ができて完成して、うん、夕張に行く直前に、まあ、試写会関係者試写やったんですが、うんうん、その段階から、非常にその方熱意を帯びてきまして、夕張映画祭にも飛んでくるし、うん、それ以後の、我々の、上映活動、うん、1年ちょいにわたる、うん、それも、うん、基本的には映画館に関しては配給会社等々が提案してくれてますけど、うん、ライブハウスとかそういう場所での、興行に関しては、その方が、まあ、全部ではないですがほぼ8割9割、その方が企画、うん、プロデュース、うん、プロモーターですね、うん、やっていただきまして、非常に物心両面で、支えていただきました、一部のこの映画のファンの方の 間では一部じゃないか、ほとんどの人は知っておりますがZパンダというね、パンダのぬいぐるみを着て、Z というマークをお腹にででっかく、うん、つけてまして、それで夕張映画祭以後、彼は活動しております、うん、顔を明かせない、普通の、一般の方なんで顔は顔バレダメよと、まあ言っちゃうと大阪の方なんですけどね、うん、大阪に普段は住んでらっしゃる方なんですけど、ほとんど、大阪にいないで1年以上というものを親父だのよ、親父だのよ Z のために東京に飛び、うん、北海道に飛び九州に飛びという、ものすごい忙しい、
体重も20キロぐらい減ったんじゃないかと、1年半で、という、身を挺した活動をしてくださっております、Z パンダさんですね。今や Z パンダが、一人歩きしておりますね。そうですね。人気タレントとして、インディーズの。近畿もですね、一応去年の11月までで、親父男優 Z の、つまりこれが今年の1月発売ということで、上映活動は一応けじめつけようと、で去年の12月の月に、私の本拠地である上野オークラ、横浜コーンダというピンク映画の風切り感なんですけど、そこの劇場で暮れの1週間、この映画をかけていただきまして、1週間ね、ピンク映画館ですから毎日オールナイトで1日4回も5回もこの映画がかかったというすごい回転率でかけていただきましたけど、それを一応最後の締めくくりというか、とりあえずのけじめにしようということで、今年からはこれを売ること、それから次の映画に向かうということがテーマになってきましたので、一応そういうイベント活動はなびこうとしてます、ただ、その Z パンダさんがおやりになったり、それから全国各地で支援者の方が出てきてるんで、ちなみに2月、この放映が3月だったんでもう終わっちゃってますけど、2月の25日、24日か、北海道札幌、でこの上映会またやっていただくって話が今進行中でございます。ありがたいですよね。北海道札幌、なんと3回目の、イベントでございますね、私もそれ飛んで行きたかったんですけど、ちょうど今新作のピンク映画の進行中で、ちょうどバッティングしちゃいました。新作の関係者試写会と、どうしよう、体が一つしかないといけないということになっちゃいました。てな感じてな感じ ですかね。和地谷 Z はこれから、これから一つすごい大宣伝というか、結果みたいなことなんですけど、今年1月発売されて、誰しもが予想しなかったことが起こりまして、何が起きたかっていうと、この DVD がですねバカ売れしたんですね、すごいですよね、これ、Amazon で予約開始になってから結構早い段階で、もうエロ部門で1位になり、そうこうしてるうちに日本映画の中でもその売れ行きランキング、予約上位ランキングも一桁台に入り出したんですよね。そう、一桁台に入り出して、周りすごいですよね、キムタクさんの映画とか、ね、日本の一番長い人もそういう映画に挟まれて、この300数十万のちっぽけな映画が奥の映画に挟まれて、こう 10位とか8位とか行ったり来たりしてて、それでなんと1月6日の発売日の前後にはなんとアマゾンのランキング2位にまで行ってしまうという瞬間2位行きましたよね。新宿か2位にいたよ。本当ですか、すごいですよね。キムタクを超えたみたいな。これ主役が中目つ二さんっていうピンク映画の、一番、ここ十数年売れてる俳優さんなんですけど、この方中目つ二さんがキムタクを超えたとみんなでもう大笑いしました。面白かったですよね。なんとアマゾンで2位になるってことは、情報通の方に言わせると日本のそういうネット販売、アマゾンがほとんど一手に引き受けてて、大体ネット販売の9割近くはアマゾンだと、だからアマゾンで売れたってことは本当売れたってことなんですよと、そうですかと。で、いまだにもう販売が始まってるんですけど、売り止め状態というか、その予約待ち状態なんですよね。なかなかね手に入らない状況が出てきてまして、アマゾンって安くするじゃないですか、20%とか、ものによっちゃすごくね、これつい2、3日前ちょっと見たんですけど 1% しか安くしてなかった。1% しか安くしてない。 1% は安くなってるんだ。これ3800円でプラス消費税なんだけど、だから4000、
100円ぐらいだったのかな、うん、それが 1% なんだ40円ぐらい、うん、なんか忘れちゃったけど安くなってるんですね、安くなったね 1% はね実はですね、私こうやって持ってきてますけど、これ私監督である私の手元に実はまだ1枚も来てないんですね。監督の手元にも1枚も来てない、うん、実はこれね、見したくて持ってきたんですけど、うん、中身が違うんですね。中身アダルトビデオやめてください。誰ですかこれ、もう勝手に出しちゃいけないでしょうよ。丸ごとアラフォー特集という、ねアダルトビデオがそのパッケージをちょっとお借りしまして、さっきねこれを見したくてですね。そうですね。あ、ここでこの中身がすごいんですね。特典がねすごいんですよね、これ。特典がね、まあ宣伝結局アラフォーって出てきちゃいましたけど。まあ特典映像がですね、これ240分片面2層ディスクって言いまして、240分まで収録可能なんですけど、うん、その240分ギリギリまで収録しました。うん、で本編が101分です、うん、1時間41分ですね、うん、それ以外に特典映像が139分、本編より長い、ね、もうこれ以上入らないという入れてます。どういう内容で特典入れたかといいますと、まずメイキングですね、うん、このメイキングもですね、私非常にこのメイキング好きで、ごく、コアなマニアの方はよくご存知、山内大輔という、うん、エログロ系のね、チビドロ系では本当に今私毎回新作を楽しみにしている数少ない監督の一人なんですけど、うん、山内大輔さんが、メイキングと編集を担当してくれまして、うん、彼のメイキング非常に素晴らしい上がりです。何度見ても楽しめる、私楽しいんですけど、うん、そのメイキング、それと、7、8分にこの映画の成り立ちから、うん、上映活動の2年間ぐらいの夕張国際映画祭が去年の秋に至るまでの1年何ヶ月かの、うん、流れですね、うん、1年半ぐらいの、うん、それを7、8分の中に凝縮して、うん、もうものすごいスピードで、Z ストリームというタイトルをつけてますけど、うん、1年半にわたるこの親父男優 Z の流れをですね、ドキュメントしてます、うんうん、それからその上映会の中で、うん、私の赤光くんがコントを演じた日がありまして、うんこれがちょっと阪急会社の社長な等々に見せたら面白いと言うんで、うん、あ、それも6、7分なんで入れちゃおうかと、うん、それも入ってます。で、なんだって一番読み物はですね、コメンタリー映像です。コメンタリー、よく世の中にあるコメンタリーっていうのは、本編が流れて、オフで映像に喋ってる人は映んないで、その喋ってる監督とか俳優さんの声が流れるというのが、うんまあ、世によくあるあれなんですけど、うんそうですね、今回は非常に斬新なスタイル、私とか、松井さんとか、はい、俳優さん、全員で6、7人でね、うんテレビを囲みまして、うん、テレビを見ながら、要するにこの映画をかけながらみんなで好き勝手くっちゃべるとそうそうです、いうスタイル、うんでどういうふうに、この中で収録しているかと言いますと、我々が喋ってるのはまず映って、うん、後ろに合成でこの映画がずっと流れます、うん、だから2面画面ですね、うんうん編集した、まあ、合成の画面で、うん、ですから映像この映画も流れて、かつ喋って我々の姿形も見られるという、うんそういうちょっとあんまりないスタイルをそうです、ね、撮りました。ちょこれ面白いですね。そうですよ、面白かったですね、うん、ちょっと一言忘れましたけど、親父大友 Z には私も出てるんです、はい、そうですいや全く分かんない人には分かんないですよ、出てるんです。そしてこの現場の制作をしていたので、もう1から10まで現場の端から端までずっと見てたみたいな状態なので、コメンタリーにもしっかり参加できるという感じでした。そうですね、はい成り立ちからねいらっしゃいましたからね。そうですね、成り立ちからもう現場から、仕上げからもう上映活動に至るまでそばにいつもいた松井さんでございます、この映画ですね、ピンク映画の監督で
ずっと来た私でして、この映画に関わったスタッフキャストほぼ全てがピンク映画の人間で固めてます。そうですね、まあごく一部ですね、ヒロインの、坂野麻美さんとか、うん、ごく一部の方が、まあ、一般のタレント事務所からお借りしてますけど、基本的にはほとんど、ピンク映画の俳優さんです。で主役が4人しかいないんですね、うん、親父男優を演じた3人の中年の俳優さん、うん、それとヒロインの坂野さん、うん、4人しか主役いなくて、うん、あとは群像ですね、ワンシーンしか出てこないという役者がたくさん二十数人います。いや山ほどいましたよね。この方もそうですね。そのうち一人です。あの新聞記者の役で AV の男優を取材するというこれで、まあ、1分ぐらいね、映ってますけど、しかも顔がよく顔がよく見えない。もうこういう状態で映ってるの声と眼鏡でしか私と認識してもらえないっていうそういう感じでしたけども、まあ本当にもうピンク映画をよくご存知の方にとってはめくるめくようなオールスター映画ですね。そうですね、楽しいと思います ね、もう昔で言うと、うん、石原裕次郎と中村金之助と勝新太郎ともう、ね、小林明と、ね、もうみんなが出てるようなオールスター映画でございます。ピンク映画を全く知らない人にとっては、うん、誰こいつらというそういう感じですけど、何者こいつらという、うん、そういうものすごいギャップにも、うん、置かれてる、作品でございますね。そうですね、ね、片やオールスター、片や誰こいつらという、そういう映画でございます。はい、まあこんなもん、今大ヒットしたもう一つついでにこの映画ですね、もうどんどん言ってください。パンフレットがバカ売れしまして、一部1000円で売ったんですけど、こういう大きいね、うん、A4 版それもね、あのファンの方たちが、うん、あのいろいろ試行錯誤して有志でお金を集めて、であの仕上げたパンフレットなんですよね。軍資金は有志の方の、うん、カンパで、ね、印刷代ができました。うん、でそれが非常に売れてまして、3回か4回増刷するという、インディーズの映画ではほとんどありえない、あの、まあ、全国各地に持っていったっていうのもあるんですけど、お客さんのほぼ2人に1人以上が買ってくれるというすごいことですよね、これってね。これはもうインディーズの映画ではめったにないようなことらしいです、であまりにも評判がいいんで、この DVD にもそのパンフレットつけたいと思ったんですけど、こういう大きな半径なんで入りようがないと、うんうん、ということで縮小版にしました、うん、で縮小版にすると、どうしてもこの挟み込むんでね、うん、このアルファアルファこれでが出てくるんですけど、監督厚さがあるんで、もともとのパンフレットはこの大判でしかも40ページだったんですけど、うん、40ページだと入りきらない、うん、じゃあ半分の20ページだったらどうだろうって言うんで、うん、20ページにして、うん、紙の質も落としまして、うん、評判のいい記事を抜粋して、うんうんうん、サービスとして、うん、これも特別サービスで入れました。ファジタニゼットのミニパンフレット、これで、本物のパンフレットのね、雰囲気を味わっていただきたいと。そうですね、いうことですね、本物のパンフレットがすごいのは、なんとこの作品 SM では日本ではナンバーワンと言われている金箔師の有末剛さん、はい、有末剛さんがこの作品の原作者でございます。有末さんは金箔の方からたまに短編小説も書いてらっしゃいましてね、うん、作品集も出してるぐらいの方なんですけど、うん、その方の短編小説「親父男優図」っていうタイトルだったんですけど、それをいただきまして映画にしました。で本物のパンフレットには有末さんの短編小説全部載っけてます。それが売り物だったんですけど、さすがにこのミニには入らないので、どうしても有末さんの原作を見たい方は、私に直接連絡ください。パンフレット1000円です。売っております。よろしくお願いします。で今ねちょっと開いちゃったらどうしてもね言いたい記事が、皆さんに紹介したい記事が出てきました。ですね、いろんな著名な方の、コメントもいただいてるんですけど、この中で、皆さんよくご存知、滝田洋次郎監督ですね、うん、送り人でアカデミー賞を受賞した、滝田洋次郎監督、滝田監督と私とはもう実に古い付き合いで、私ピンク映画、滝田監督がピンク映画監督時代、うん、
彼の作品ほとんど出てまして、うん、もう三十数年にわたる、話なんです、うん、前の話なんですけど、ま、で監督にお願いしまして一言この、コメントをくんねえかとしたら、いいよじゃあ DVD 見せろって言うんで送りましたら、早速お返事が来まして、自筆でですね原稿用紙にこうコメント書いていただきました。非常にこれはもう嬉しくてしょうがないですけど、紹介させてもらいます。ピンクと戯れながら五十男の佐賀を描くとは、この人は、この人と私ですね、本当に映画が好きなんだ、監督よし、役者、スタッフ、心意気よしの親父男優 Z、 日本のおっさんよ、生島映画へ行こう、滝田洋次郎、ね、非常に、ね、滝田洋次郎監督らしい、ね、素敵なある、言葉いただきました、非常にありがたい。先日滝田監督とちょっと電話で話すことがありまして、うん、親父だって売れてるらしいね、これもね、しかじかってさっき私に喋ったようなこと言ったらびっくり超えてましたね。え、300万でそんな売れたのかえ、300万あの映画そんな安くやったんだとか、いろんな点驚かれましたけど、うんうん、で、あと蛍幸次郎さんもですね、自筆で、書いていただいてます。であと大杉蓮さんですね、書いていただきました。まあ本当に、いろんな方現場もそうだし、こうやって仕上げパンフレットも皆さんの協力のもとにできたし、こうやっていろんな方のねコメントもいただけてるし、本当に、まあ、ピンク映画業界およびそれを支えてるファンの方たち、その方たち全てを含めた総力の結晶ですね、うん、この映画は一言で言っちゃうと、うん、そうですね、この映画を見れば今のピンク映画のパワーというか、力量というか、びっくりされると思います。役者うまいんで。で皆さん、ぜひ一度拝見していただければと思います。今絶賛発売中、レンタルもされております。ただいろんな不安の方に聞くんですけど、いつ行っても貸し出し中でなかなか借りられないと、イエイイエイイエイって感じですけど、まあね、なんでこんな人気あるんだろうと、まあなんでこんなに売れたのかというね、みんな関係者全員が目が点になって、なんか悪いことが起きんじゃないかと、天変地異なんか起きるんじゃないかとみんなだよなんか言ってるんですけど、なんでこんな売れたのかなといろいろ分析したんですけど、うん、まあ一つにはやっぱり地道な上映活動ですね、28カ所にわたる、1年2ヶ月にわたる、日本中回った、それでフェイスブックページも立ち上げたり、ホームページも立ち上げたり、いろんな風に、うん、親父男優、Z パンダさんを中心にですね、うんうん、それと私、うん、それから主役のあさみちゃんですね、中見誠司、中見誠司がもう1年間役者の仕事を掘り出して、まあすごい活動されてますね、うん、私 Z パンダ、私3人で北海道から九州まで、1年間渡り歩いて、彼のこの、ね、やっぱりすごい熱意ですね、これにかける、そういう非常に草の根的な運動、それが、じわ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  Facebook とか、Twitter で浸透していったんじゃないか、うん、それからこの映画を見ていただいた方に必ずトークショーの時にお願いしてるのが、皆さん Twitter とか Facebook とかブログやってらっしゃいましたら、ぜひ書いてくださいと、うん、悪口でもいいから書いてくれと、うん、とにかく親父選手 Z を見たよと書いてくれと、お願いしてきたと、そしたら書いてくださる方が多くて、だからそういうことで SNS の力もありまして、じわじわと浸透してったっていうのが非常に大きいと思いますね、ね、これが一番だと思います、うん、次にやっぱり坂根あさみさんという方の人気ですね、うん、この方一昨年に引退、この映画撮影直後引退したんですけど、これが引退作品になり、かつ写真集も一昨年出版されたんですね、引退に合わせて、うん、忘れながさという講談社から出たんですが、これがまたバカ売れしました一昨年、うん、一昨年出たタレントの写真集ではナンバーワンだと、そうですね、AKB とかあの辺を抜いて、
1位になったと。そうです、この浅見さんの、人気ですね、でフライデーとか、まあ、小田社系の週刊誌ですね、そういうのにバンバンこの方のヌードグラビアが今年の1月にまで出ましたね、はい、なんかこれが最後だと言ってこの方のヌードが週刊誌を踊ったことかと、で週刊誌でも付録がね、うん、増刊号になると付録が DVD の付録がついたりして、それがこの作品とかその忘れ長さの、うんポジから、組まれた、うん、ヌード写真、うんそれが非常に、売れたということですね。ですから、この坂上さんの人気というのも非常にあったと思います、うん、それで、実はですねアマゾンで購入した方のレビューが20件ぐらい上がってまして読んだんですね。それも面白かったですね、うん、したらボロクソ書いてるやつと大絶賛してる人が両国さん分かれてましてボロクソ書いてるやつらはみんな坂上麻美のもっとすごいヌードを見れると思って買ったのに今まで付録で付いてた DVD と変わんないじゃないかと書いてますよね。がっかりしたと言っておりますね。まあ坂上麻美さんのヌード目的で買われた方にとっては当然ですね、素材が限られてますんで、うん、この映画を撮るときに麻美さんの姿、それから忘れ草で写真中の時の写真、うん、それしか素材がないので、うん、だからそこから素材を引っ張り出して DVD とかに付録してたら結局はいいとこだけバーって並べるし、これはこれでいいとこで編集されてる、うん、ね、メイキングも映画もだから同じ素材が並ぶって当たり前な話で、まあがっかりした方にとっては申し訳ないんですって言いたいが、まあ褒めてるくださる大絶賛してるくださる方はそういうことじゃなくて映画全体として面白がってくださってるんで、映画としてはまあ よかったかなと、ね、監督はい、じゃあそろそろちょっと監督の宣伝事があったら、はい、もうねだいぶ時間が押してましてね、もう親父何だって話で30分しゃべっちゃってたから、実は監督第2週目も行きますので2週目の時にもゆっくりいろいろ話をしていただきますので、じゃあなんか宣伝事があったら、宣伝事ですけど新作ですね、新作のピンク映画ですね、ピンク映画、これが、3月の11日から1週間ですね、上野大倉および、横浜高音座という風切り館、うん、2館で公開されます、これも松井理子さんが、裏主役をやっておりますんで、あ、どうもすいません裏主役ヒロインが川越優さんという、まあ、今 AV で結構人気のあるロリ系のね、可愛らしい、この方の背後霊の役で、いつも横で霊の役ですから横に横でちょこ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 出てくるという、裏主役ですね、またね、はい、ということで松井さんも出てらっしゃいます、これ魅惑のラブハウスというタイトルになっております、ピンク映画だいたいやらしいものすごい超淫乱やればやるほどいい気持ちとかもういやちょっと勘弁してよっていうようなタイトルなんとか姉妹どんぶりとかね、どんぶりとかね、そういうのが多いんですが、今回なぜか魅惑のラブハウスというとても魅惑的なタイトルを、つけていただきまして、シナリオタイトルというのは僕らピンク映画の時はつけるんですね。シナリオタイトル ミステークとか、うん、ネクストとか、アイロンサムトゥナイトとか、今回ラブハウスってタイトルしたんですね、したら会社の方がそれを生かしてくれて魅惑のラブハウスという、なんとも魅惑的な、ね、タイトルにしていただきました。これだと、宣伝しやすいという、そうですね、皆さん魅惑のラブハウスぜひ3月11日上野大倉および、横浜高音座で公開いたします、ぜひですね、私も松井理子もどっかのタイミングで見に行くと思いますので、はい、まあ、見に行くときはツイッターとかフェイスブックに明日行くよとか、何月何日行く予定とか書きますんで、ぜひですね、皆さんもですね、その時来ていただいて、気軽に声をかけてください、でみんなで飲みに行きましょうと、はい、そうですね、上野のガード下の居酒屋に行きましょうという話なんですけど、ぜひですね、魅惑のラブハウス3月11日、川越優ちゃん主演、
浦志役松井理 子、さらに脇役がピンク映画の、まあ、大女優ですね、そうですね、まあ、里見陽子さん、はい、という、女優さん3人、出ております、まあ、男優もいっぱい出ておりますが、私は声の出演しております、ということで、都のラブハウスをぜひですね、はい、上野と横浜で公開しますんで、見ていただけるとありがたいです。ちなみに私の129本目の映画で、今130本目の映画に、早速今企画を練っているところでございます、はい、はい、じゃあそんなところですかね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、ありましたすいません長くなりました。じゃあ第2回目2週目も引き続き池島監督で放送したいと思います。ではバイバーイ、バイバーイ。